もう作っとるんや。ラジオトークだったらボケも、うん、台本でちゃんと作っとる。ボケを作っとるとか言ったら恥ずかしいじゃん。今日さ、整っとる？凛々しいじゃろ。収録は終わった後に書いて、書いた、書き直した私が。見えるねえ、勝ち恋のね、毎週木曜日にやってるんですけどね、まあ右に今日はどうに見えるね、ちょっと暗め。こんばんは。行くよ。なんかね、ラジオトークマジ緊張。告知します。で9分。めっちゃ大変。考えたよ。どうやって告知？8分後？ルームちょっとしか。前回この1ヶ月か、例えばでオンラインお話し会があって書いたらね、川柳の生放送に高校野球の配信もあって、遡るの結構楽しい。でもカラーズもあったね。そうじゃね、昨日はあれか、川柳があって、金融の YouTube が配信され、あの名古屋の舞台の発表が、その前に音楽の日で、あのアイドルステージフェイスブックビデオが100万回再生された。のど自慢にも出て、カラーズありました。5000人行って、5000人行った日にまた嬉しかった。なんかいろいろコラボ配信で、コラボリレー配信5周年のなんかネットがつながらん、なんかできんくってき、そうじゃ、ラジオ体操デビューした、ソロデビュー。ヘネキさん、ゲートありがとうございます。やばい、あと4分で始まっちゃう。すごいよね。そうよね、何気っていうかすごい。そうなのよだね。ラジオトークが始まっちゃうよ。ラジオって新コーナーが3つと3つある。ラジオトーク3分後よ。そうよ、ラジオトークアプリ、
明日何があるっけ。ドルシーなんかあのでマネージャーえプロ野球、プロ野球最下位ってた1分マシマチョドキドキ。あ、やばい、ちょっとランキング4位もっくんさん12位。え、どうしたん、なんかあったん。ですね、マナトさん11位、コウモさん7位、オールグーリンさん、6位、3位が出てない。いやしらまんきさんです、ありがとうございます。そしてスペシャルギフトいっぱいして、あからやさん、さん、はいけいさん、もっくん、村まんきさん、すえんさん、ラジオトーク行きましょうね。それではこの後はラジオトークのアプリで皆さんぜひ台本も全部考えてるけ見に来てね。バイバーイ。